ないかもしれない。ないでしょうね。でもあれ見て、え？って、お前に言ったら、思わずだから、狭いとこ入ってっちゃう。ちょうどね、積んで名古屋に今日だったんで、ね、自宅に帰って、風呂だけ入って、自宅に帰って、また八王子から乗ってきたんですよ。できないよ、悪いこと。あれなんですよ、だから知ってるんですか。なんかたまたま、はい、僕がこう荷物積んでトラックで、はいはいはい、一回家帰って風呂だけ入ってまた行こう、まあ、名古屋行くとき、風呂だけ入って行こうと思ったら、俺の前に LS がいて、おっ、なんかハルソン履いてんぞって言って、あ、はい、本当はダメなんだけど、大型侵入禁止の狭いとこバーって入って、ショートカットするんですよ、はいはいはい、で、まあショートカットさ先がまた広い通りで、はいはいはい、まあ、そこを通ってたんですね、はい、一緒に2台。ほんで信号待ちした時に、はい、俺も LS 乗ってんで声かけようかなと思ったんだけど、はいはい、その勇気はなくて右に曲がって、それ右に曲がってちゃったんだけど、そしたら今日、ああ今日はたまたま、ああじゃあまさにあの時の何もできないですね。わかんないもんですね。わかんないもんすね。偶然の住んでるし一緒ですよ。はあ、びっくりしたよね。でうちの近所なんか結構来てるみたいな。ああ、しょっちゅう行きます。わかんないですね。まさかこんなとこで本当に群馬で会うとは。群馬だ。本当です。すごいわ。あれ岩崎さんどちら？岩崎さん。あ、岩崎さん。いない。はい。はい。成田さんです。成田さん。あ、成田さん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。隣でしたっけ。隣で。あ、そうですね。お風呂入ったらええんすか。お風呂ね、入ろうと思ったら家で寝ちゃいました。バッて見たら、やべえ、行かねえかみたいな。早く行って、お風呂で待ってますっつうから、気合入ってるなと思ったら。そこは成田さんのいいとこですからね。で、かっ飛ばしてきましたからね。かっ飛ばしてきました。相当かっ飛ばしてきましたから。早かったもん。早かったっす。ちょっと頭か。いよいよ秋さん東京進出ですね。東京行きますか。東京進出。このグリルがつかないかって、このグリルつけたくてしょうがないんですよ。つかないのかなとかって。つくんじゃないですか。一緒ですかね、これ。いや、だって、あ、あれだよ。山崎さん知ってんじゃない。あれが知ってるよ。山崎さん。山崎さん知ってんじゃん。あれが。あ、そうだ。原田さん。原田さん。これ。これ、地域。原田さん、多分これそうや。これね、これ違う、これバルトだ。あ、違うんだ。そう、バルト、バルト、そうだ。形が違うかもしれないですね。バルトじゃね、これじゃないですか、これですよ。いや、中継のこだわりがあって、これつけてるやつや、中継のやつを全然つけてる。あ、水洗剤だから、毛のわけだから、雨の日は